週刊ウニということで、よろしくお願いします。岩井まさか YouTube からお送りしています。そして、また、三好さんが来てくれてます。よはい、ろし三くお好願いです。よろしくお願いしします。す。そしてですね、また、新ネタを考えてきてくれたということで、はい。よろしくお願いします。これですね。なんかいろいろ見えちゃった気がするけど、まずはこれ。はい、こ説れです明お願ね。いしはまい。30度、60度、90度の直角三角形、三角定す。規の片割れですけれあども、あ、はあ、はあ、あいつがいまして、もうすっかり忘れちゃったね、三角定規。世の中で見ないよね。ああ、そっか。まあ、30度、60度、90度。ええ、だそうから、ですね。正三角形の半分ですね。ああ、いや、そうですね。ああ、なるほど。で、そいつの重心のところを通る直線を考えま重すと。心。ああ、そいつの重心。はい。で、その直線を、この重心を中点にぐるぐる回します。はい。で、一応色分けを、片っぽ赤で片っぽ黄色とか、今いつもの配色な感じにしておきます。そして、これだけじゃしょうがないので、つなげてこうやってね、お、素敵な感じですね。万華鏡をやります。ああ。で、万華鏡で鏡のところ線入ってると気持ち悪いんで、こんな感じにします。お。で、そして動きはさっきの動きをずっと繰り返してると、なんか図形が変化して楽しいと。ああ、いうなるのほどね。昔、単色でやってて、まあ、色つけて綺麗な、し単かも色。コマの多い滑らかなやつを作っとくと、こう楽しいんじゃないかなと思うので、なるほこいど。つをお願いしあ、ま変わりす。ました。そして、そして、今、これは本当に万華鏡かな。い万わ華ゆ鏡。る、普通の。今の直角三角形の三面に鏡が貼ってあると思えば、綺麗にこうなると。普通の万華鏡より反射が多いんだ。普通の万華鏡は正三角形かもしれないので、そうそでのすね。半分ですさね。らに多いんだ。つまり、30度ベースの万華鏡ですね。はい。こういうのもありますよね。まあ、あると思います。形がこの30度、60度になってる。覗くやつ、細いやつね。そはい。はれい。でもって、はい。動きが今これだけでも十分面白いはずなんですけはど、い。他の動きをやらせても面白いかなと思って、例えば、どっかの頂点で、対辺をこうスイープすると、ビューンと行って、こっちの角についたら、こっちの辺をスイープすると。で、こっちの角行ったら、こっちの辺をスイープ。っていうので、ガーガーガーって、こうなんかね。あ、その中心のやつと何ならつなげられるですね、ストーリー的にはね。組体操みたいにね、なんかこう、やっていくと。まあ、もはや万華鏡。だんだんほとんど万華鏡になってくるね。いろいろ、その中身をいじり出すとね。なんか直線が変化する万華鏡はあんまり見ないので、直線だあとどっかにあ、なるかなと思そういうことですか。すかこね。れはつまり、線はいるんですか、いらないんですか。右側、なんかちょっと薄く線入ってますけど。ごめんなさい。境界線はあった方がぼやけなくていいと思います。さっき境界線消してたんですけど、こんな感じで、まあこれもこれでありなんですが、どうですかね。その薄い。ごめん。水線はいるの？いらないの？白はいらない。あ、いらない。じゃあ、全然いらないってことね。あ、じゃなくて、赤きの境界線は入れようかなってことね。そういうあ、こと。それで、その白い白いのはシワね、ガたまたま、イドラインですか。消しちゃっただけ、なんていうか、これを、
取り消すとうっすら残っただけっていう。ああ、そうですか。あ、じゃあまあまあ、わかりました。気にせず。はい。わ、はい、かりました。わかったかな。はい。はい。もう今日は簡単にこれだけ。ああ、そうですか。じゃあちょっとやっといてみますね。はい、なんならですね、はい。もう一つ、同じパターンで作ることができて。同じパターン。ですね、あれこれなんか変だな。この三角定規のもう一つ。ねえ。これも、これもつまりどっち側に組み立てるかって、いや違うな。二次元方向に組み立てると一個か。15度、45度のとこと90度、90度のとこがあるやつね。はい。なんか変なのがついてる。これを、これもだから重心がなんかこの辺にあってですね。重心、あれ重心を通る、通る直線をぐるぐる回すと。うん、で、こいつも勉強に。いや、それはわかりますね。俺、祝いはわかるな。見てる人がわかるかどうかはちょっとわかんない。これも綺麗に万華鏡になるので。まあ、こいつでも同じようなことができると。なるほどね。まあ、これはストーリーとしてはつながらないと思いますけど、まあ、別動画として余裕があれば。万華鏡になる三角形は何がありますかっつうと、これとこれと。あれ3種類ぐらいだっけ？正三角形とそれとそれぐらいじゃないですかね。3種類だけだっけ？そういうことになりますね。うん、あとは他の角度でやると干渉しちゃうと思うので。ええ、知ってる。干渉してもね、もう一周すると戻ってくるね。奇数分割はあるんですけど、ね。ああ、そういうのも面白いかもしれないですね。なんか奇数分割、奇数分割まで許す三角形のリストっていうのは前出しといたので、どっかにやると引っ張っていくと出てくる。だからそれだと、なんだっけな、7分割とかも入ってたかな。面白い、面白い。ただだから、全部リストしておきました。あと要は、他の角度も合ってないとだね。一つの角度だけじゃなくて、そうですよね。他のとこも3つの角度も偶数奇数整数にはまってるのは一応拾っといたことがあります。例えばだから黄金三角形の72度72度36度とか、あの辺もいけるんですかね。それは違う。それはいきそうだよ。こうな、ああ入ってるかもしれないですね。直線、まあ、色分けがちょっと大変かもしれないですけどね。直線がこう。何？一回ダブるんでね。一回ダブったとこの色変えるとかなんかやると。勝手に複雑な絵になります。それは面白いじゃないですか。ぜひぜひ。はい。またちょっとじゃあ順番に。順番にそう。いっぺんにはできないからね。順番に、ああ、これはやりたい。ああ、これは。それは無理。はい。じゃあそんなことで。じゃあよろしくお願いします。はい、それでは、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、また次回から。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。